ら遊べるようになるネクストプリンセススペシャル大会の予選を紹介します。4回戦までクリアするとプリティリボンパステルミントコーデが揃っちゃいます。そして予選大会をクリアすると3月14日から遊べるようになる本戦大会も遊べるようになります。今日は予選大会をクリアしていきたいと思います。頑張るぞ。それじゃあ早速予選大会をやりたいと思います。1回戦目の対戦相手は誰かな。ミラクルキラッチとかかな。メルティックスターも出てきそうだからな。どっちだろう。スペシャル大会作ります。わお。何で遊ぶ。おお。あ、なるほどね。メルティックスターとかミラクルキラッチ最初だけ見ないちゃうかな。ミラクルキラッツで勝負だそうで、このパステルリボン、パステルミントヘアクテやりたいと思います。ゲット。1回戦突破しました。2回戦目やっていきます。ミラクルキラッツと勝負したいと思います。本戦の決勝戦がマイラちゃんとマンジュ様。
みんなも今日から遊べるようになったネクストプリンセススペシャル大会予選会、みんなプレイしてみてね。それではまた来週の動画も見てね。バイバーイ。この動画が良かったらキラッと高評価とキラッとチャンネル登録、キラッとよろしくお願いします。バイバーイ。プリちゃんは自分で作った番組を配信できちゃう最高に楽しいみんなのチャンネル。いいねをいっぱい集めれば誰でも今日からプリちゃんアイドル。世界中のみんなに自分のキラッとアピールしよう。キラッとプリちゃん、テレビ東京にて毎週日曜午前10時から放送中。キラッと私のチャンネルやってみて。